久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。忍びよ、
卑怯とは言うまいな。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。その目指し詰め任に言えぬ。それわしは仏よ。お前さんはお前さん。わしが掘る仏はどうやったって怒りが業深いものはそうなる。お前さんもいつか掘っ。それで何言う。ただ拾っ屍かどうか野良犬に食わせて。どれほど俺は眠って。そうか。じゃあ主の主はアシナの城だが、すぐお前さんを見ればこの日取り。そいつは石腕の狼には仏を掘るには無用で。忍び。そいつは任具を見つけたら。任具だと。任具を持ってきたら。そうすりゃ、うん、いきな。巫女様の血がり。わしも竜医。そう呼ばれる主の主はそれゆえ付け狙われる。お前さんの体、お前さんもそうじゃが、この荒れ寺に、寺を出て右手の広場に妙なことになって気が合うかも。